皆さん、こんにちは。今日は甘酸っぱくてちょっと辛い味がやみつきになるソース、チョコチュジャンをご紹介します。チョコチュジャンといえば、お刺身屋さんや海鮮カルグクスのお店などで、漬けダレとして必ず出てくるあの赤いソースです。魚介類の漬けダレ以外にも、和え物やビビンバ、麺類のソースとして使ったりもします。このチョコチュジャン、韓国のスーパーやマートで手に入るものなのですが、家で簡単に作ることもできます。調味料をただ合わせるだけで完成するチョコチュジャン。これで和えると一気に韓国風に大変身しちゃいますよ。調味料を合わせ、よく混ぜます。コチュジャン、お酢、砂糖、みじん切りもしくはすりおろしたにんにく、白ごま、ここに甘さを加えて濃度を調整するためにサイダーを加えます。甘さ控えめが良ければサイダーを使わず水で代用も可能です。ちなみに今日は基本のレシピなので加えてはいませんが、梅シロップを少し加えても味に深みが出て美味しいですよ。こちらが今作ったチョコチュジャン、そしてこちらが冷蔵庫で1週間寝かせたチョコチュジャンです。匂いは今作ったチョコチュジャンの方がお酢の匂いがきついです。色の変化はほとんどないかな。味の違いを比べてみます。作ってすぐのチョコチュジャンより日にちを置いた方が味がまろやかになって美味しいです。塩茹でしたネギも用意しました。これをチョコチュジャンにつけて食べるのが私おすすめなんです。とろっとした甘みのあるネギにパンチのあるソース、美味しいんですよ。そしてこちら、春のナムル、ニラ、セリ、トルナムルをチョコチュジャンで和えたものです。ニラ、セリ、トルナムルすべてシデックの裏山や畑で取ってきたものです。これがトルナムルです。日本名はツルマンネングサというのかな。薄緑色の可愛らしい形で、水分を多く含んでいて食感を楽しむ春の代表的なナムルです。ニラやトルナムルは和えすぎると青臭さが出やすいので優しく和えます。また野生のナムルを生で食べる場合は30分ほど酢水につけてから和えるようにしています。ではいただきます。これは箸休めの一品。毎年この時期はこうやって食べているんですが、私にとっては春の訪れを感じることができる贅沢な味です。今日はチョコチュジャンをご紹介しました。作ったチョコチュジャンは直接つけず衛生的に冷蔵庫で保管することで2週間は日持ちします。魚介類や野菜の漬けダレ、和え物のソースとして幅広く使えるので、ぜひ一度召し上がってみてくださいね。